通順橋通順橋上部石管、通順橋放水放水の様子放水の様子通順橋熊本市通順橋の位置通順橋は、熊本県上益城郡山和町にある石像、丹アーチ橋。江戸時代の海江7年に、阿蘇の外林山の南側の五郎が、滝川の谷に架けられた水路橋で、水利に恵まれなかった白井戸大地へ通水するための、 通りうる用うう水上井出水路の通水管が通っている。石像単アーチ橋で橋長は78メートル、福音は6.3メートル、高さは20メートル余り、アーチ歯間は28メートルである。橋の上部には3本の石管が通っている。日後の石膏の技術レベルの高さを証明する歴史的建造物であり、国の重要文化財に指定されている。なお、 通順橋を含む通り流,流用水は日本を代表する用水の一つとして農林水産省の疎水百選に選定され、橋と白糸台大地一帯の棚田景観は通り流,流用水と白糸台大地の棚田景観の名称で国の重要文化的景観として選定されている。橋の中央上部両側に放水口が設置されており、灌漑利用が少ない農間期には、 観光客用に時間を区切って15分程度の放水を行っている。この放水の本来の目的は、石管水路の内部に溜まった泥や砂を除くためのものである。最近では、全国から通順橋の放水風景を見に来る観光客も多い。通順橋は、白井戸台地一帯に水を送るために、農業用水路の一部として作られた水路橋である。白糸台地は、 川が削り取った深い谷に囲まれていた。そのため、通順橋が作られるまでは、湧き水などを利用した農業に限られていた。この場所に石橋が建造されたのは最も谷が狭かったからで、あるが200メートルほど下流には五郎が滝があり、原料となる石材が上下流の川底に大量に存在していたことも、理由の一つである。 江戸時代に作られた石橋としては、アーチの直径並びに、全体の高さは、日本国内最大である。常時人が渡れるもののあくまで水路のための橋である。溜めてすり等は、一切ないが、これまで転落した人は一人もいないという。重要文化財指定後、水需要の増大に対応できるよう、上流の川底に送水管が埋設され、通り潤るう用水では、これが、 メインで使われるようになった。その他通順橋近くの河川から取水する市もビデア電気用水施設もある。十分指定による文化財の保護目的と観光放水による漏水の発生が頻発することで現役から引退し、その後は主に放水用に通水されている。ただし、定期的にメンテナンスは行われており、大量の水が必要な時期には通り順地区と近い区が、 一時使用している。通順橋と用水路の完成により、約100ヘクタールの新しい水田が作られた。用水路は、現在も白井戸大地の農業を支えている。橋の近くには、布田康之助を神様とする、布田神社があり、今も地元の人々により祀られている。通順橋は、開麗7年、水源に乏しい白井戸大地へ水を送るために、架けられた通水橋である。 白井戸大地には阿蘇山からの火山灰が降り積もってできたため、雨水はたちまち地下部くに浸透し、貯水ができず、人々は水不足に悩まされていた。建造にあたっては、地元の総称屋であった布田康之助が中心となって、計画を立案。地元の役所、や部手長の資金や、細川藩の資金を借り、熊本やつ郎の種山村にあった著名な、 石膏技術者集団種山石膏に協力を仰ぎ、近隣農民がこぞって建設作業に参加した。布田康之助は、矢部地域の発展のため、通順橋の他にも、たくさんの道路や、用水路、石橋などを作った。この通順橋の建設も布田康之助が代表となって、計画立案し、工事が進められた。この水路付き石橋は、 アーチ型の木枠を大工が作った上に、石膏返しを置き、石管と木戸井による水路を設置して、橋が完成したところで木枠を外す工法により、建造された。通順橋の工事は、1852年12月に開始され、約1年8ヶ月の長い期間をかけて1854年8月に完成した。この間、大工や石膏のほか 白糸台地や矢部地域の大勢の人の力で工事が行われた。また、通順橋より下流の白糸台地内を流れる用水路は1855年頃に完成している。石橋の木枠を外す最終段階には橋の中央に白装束をまとった布伝音が鎮座し、石区頭も切腹用の担当を懐にして望んだという逸話が残っている。 霊大橋より7年早い昭和35年に国の重要文化財の指定を受けた。また熊本アートポリス選定既存建造物にも選定され地域の名物、象徴となっている。この地域には通順橋の他にも規模の大きなアーチ石橋が架けられており、遠く、鹿児島や東京などにも石膏技術者が招かれて石橋を作った。 2016年4月14日に発生した、熊本地震で亀裂が入り、水漏れが発生する被害を受けた。橋の石垣がずれて、飛び出したり、通水管のつなぎ目がひび割れたりする被害があった。修理中の2018年5月には幸運により、石垣が崩落した。2020年3月までに修理を終え、翌月より放水を再開する予定であったが、 新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、当面の間休止されることとなった。2020年7月21日、新型コロナウイルス感染症の流行のため、延期していた一般公開を4年3ヶ月ぶりに再開、記念放水が行われた。この橋は2つの地区を水路で結んでいるが、橋の位置は、送水先の白糸台地よりも低い位置にあるため、水を通すときには、 取り入れ口と吹き上げ口の高低差による噴水管の原理を利用している状態になる。ゴムなどのシーリング材料のない時代であり、石で作られた導水管の継ぎ目を特殊な漆喰でつないで漏水しないように密封して、橋より高台の白い土台地まで溶水を押し上げている。こうした通水管の仕組みは、当時吹き上げ土井と呼ばれ、水路橋である通順橋の最も重要な、 部分であった。通順橋は日本の独自技術で実現した最初の噴水管の橋と考えられており、NHK の番組、新日本紀行などで紹介された。またこの橋の建設を物語にした、日後の石膏という児童文学作品があり、国語の教科書への採用例もある。戦前にも文部省の修身教科書に逸話が掲載されていた。 通順教や分水している、円形分水、ありがとうございます。